はい、皆さんこんばんは。みつるの事情です。本日は2月の6日の月曜日です。前の日にベンチプレスを4時間ぐらいやったせいか、背中がもうめちゃめちゃ筋肉痛で、結構今日体がだるいです。今ちょっと仕事終わったんで、これから今日は、腕のトレーニングと、はい、ということで、さっき仕事終わって、ガイアジムでちょっとそのまま今日腕のトレーニングしようかなと思ったんですけど、気分的に今日はちょっと久しぶりにエニタイム行きたいなと思いまして、エニタイムといっても最近は倉波のエニタイムによく行ってるんですけど、自分の家から一番近い地元にあるさらしな店、結構広いところなんですけど、前から多分動画見ていただいてる視聴者の皆さんはご存知かと思いますが、久しぶりちょっとヘッドホンを出してきて、今日はねこれつけてちょっと集中してね、トレーニングしようかなと思います。エニタイム行きましょう。寒、今日毎日寒いですけど、今日も寒い一緒か。久しぶりに来たんですけど、混んでますね。9時半とか、時間的にはもう多分9時半とかなんで、ちょっと減るかなと思ったんですけど、意外と混んでました。腕なんでね、うまく今日はやりたいと思います。トレーニング終わりました。はい、お疲れ様です。今トレーニング終わりました。今日は、腕トレということで、2等のトレーニングを4種目と、3等のトレーニングは3種目、計7種目で、4セットずつやったんで、21セットかな。はい、やりました。明日は胸の日なんで、しっかり、セット組んでベンチプレスは練習したいなと思います。ただいまの時刻が11時26分です。はい、1時には寝たいですね、今日は。はい、ということで今、
シャワー浴びて車に戻ってきました。12時をちょうど超えたぐらいかな、時間的には。今日は比較的家に帰る時間が早いので、まあ1時前には絶対寝れると思うので、しっかり休養を取れるかなと思います。8時間ぐらい寝れるんじゃないですかね。今日疲労も取れると思うんで、今日はしっかり休んで、久しぶりに地元のエニタイム来ましたけど、やっぱり広いし、ほんと久しぶりで、多分ね、2、3ヶ月ぶりぐらいかな、行ったの。もっと経ってるかもしれないですけど、うん。やっぱり、外野陣もすごくやりやすくて、どのマシンも揃ってるんでいいんですけど、ベンチプレスとかね、やらない日とかは、やっぱり、景色変えてね、違うジムとかで、トレーニングしたいなと思います。夜遅いんで、あと帰って、ご飯食べて、寝たいと思います。皆さん、あと20人ぐらいかな、20人ぐらいで登録者、1000人、達成できそうです。もう間もなく2月中には達成できるんじゃないかなと、まあ、自分の中で見込んでるんで、はい、ぜひね、周りの方に、拡散の方していただけると嬉しいです。ということで、じゃあ皆さんまた、明日も、YouTube しっかり撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。